発達通り、発達通り、オクトパス、発達通、パータートンとは、香港の公共交通機関などにおいて使用できる電子決済手段である。英語での名称はである。以下では便宜的に、オクトパスの故障を用いている。オクトパスは、香港で1997年9月に正式に導入され、公共交通機関の乗車カードとしては、世界で最も早く。 ソニーが開発した非接触型 IC カード企画ファリサ、フェリカを採用した。香港の交通機関のうち、特にバス利用時には香港ドルの小銭を常に持ち歩く必要があったが、オクトパスの導入により利便性が向上された。地下鉄や鉄道ではオクトパスの使用で1割程度通常運賃より割引になる。また乗り継ぎなど、 特定の条件を満たすことで運賃が割引になる場合がある。当時の香港では、鉄道関係の定期乗車券が存在しないこともあり、急速に普及した。オクトパスは、市中の地下鉄、MTR、バス、トモエ市、緑色、一部の赤色ミニバス、ショートモえ、香港トラム、路面電車、ライトレール、軽鉄、スターフェリーなどのフェリー路線、また市林、 ケーブルカー、山頂とモズナ車、ピークトラムなど、タクシーを除く多くの主要交通機関で使用できる。また、交通機関の他に、電子マネーとして、コンビニエンスストア、便利店、コーヒーショップ、レストラン、自動販売機、照明写真撮影機、公衆電話などの様々な施設で利用できる。また、中華人民共和国新選し、マカオの一部商店でも使用することができる。 為替レートについては、人民元、新鮮は、店舗が個別に設定したレート、マカオパタカについては10日となっている。発行は、香港のオクトパスカーズリミテッド、発達通り、有限公使が受け負う。2009年3月現在では、香港市内の人口を上回る2000万枚ほどが、発行されている。香港のバス、友もえやトラム、電車に備えられている。 運賃箱には原則として両替や釣り線の機能はついていない。ただし赤色のミニバス、ショートモえでは、小学紙幣であれば運転手が直接釣り線を手渡してくれる。バスにおいては、終着地に近づくにつれて運賃が下がっていく。変動性運賃になっている路線が多く、同じ区間を通るバスでも路線によって運賃が違う場合が多い。香港では、 ダブルデッカーバスに代表される大手バス会社運営の路線に加えてマイクロバス車両を使用したミニバス、ショート萌えといった路線が無数に存在する。ミニバスには区間乗降が自由な緑色のミニバスと、奇襲点のみ決定していて運転者が自由に路線を決定してよい赤色のミニバスとがある。標準的なオクトパスには大人150本コンドル、子供 70本コンドル、高齢者、70本コンドルのカードと、パーソナライズドカード、個人情報が入る、カード、100本コンドルがある。カードは、メビウスの帯のデザインとなっており、種類によって、色が異なる。有効期間は、最終増額から3年間となっている。パーソナライズドカードには、所有者の名前、また必要ならば、証明写真が印刷され、 記録されている年齢の情報によって、大人、子供、高齢者の区別はされ、また学生カードにすることもできる。パーソナライズドカードは30日以内に発行される。これらのカードのデポジット、保証額は50本コンドルで、購入額に含まれており、返却時に未使用額と共に返還される。パーソナライズドカードの場合は、別途20本コンドルの返還されない手数料が、 購入額に含まれる。いずれのカードも発行3ヶ月以内の返却は9本コンドルの手数料が必要。販売は地下鉄及び鉄道の各駅の有人ギップ販売所や案内所、フェリー乗り場、市中のコンビニエンスストア等で行っている。また腕時計やキーホルダーに IC チップが内蔵されているものも販売れている。また蒸気に加え旅行者向けとして エアポートエクスプレスツーリストオクトパスガール。これは滞在期間が14日間以内の旅行者のみ利用できる。有効期間は購入日から180日間となっている。これには2種類あり、香港国際空港の機場駅と各地を結ぶエアポートエクスプレス、機場回線に1回乗車できる250本コンドルのカードおよび2回乗車できる350本コンドルのカードが ある。これらのカードには地下鉄線である MTR に3日間無料で乗車できる特典がある。デポジットはそれぞれ50本コンドルで返却ができる。なお木上駅には改札がなく改札がある駅で乗り降りする際の生産となる。オクトパスには IC チップが搭載されており、鉄道の自動改札機では設置されたセンサーにかざすことで通過できる。 センサーによる読み取りは、革のカバンやハンドバッグなどの厚めの干渉物をしても可能である。入場、改札時には入場記録が書き込まれ、出場、収札時に運賃全額が差し引かれる。バス利用時は乗車時に、トラム利用時は降車時に運賃全額が差し引かれる。しかし、一部のバス系統は短距離乗車割引がある。その場合は、 校舎前にもう一度センサーをかざすと割引金額がカードに戻す。電子マネーとして使用するときもチャージされた金額から購入した商品あるいはサービスの金額が差し引かれる。金額が使用中に不足する場合はデポジットの有無にかかわらず残額がマイナス35本コンドルを下回らない場合であれば差し引くことができる。残額が0またはマイナスとなった場合は チャージして残額がプラスとなるまで支払いはできなくなる。チャージを行うには、香港うちの地下鉄と鉄道各駅の乗車券売り場に設置されている、増置機と書かれた、チャージ専用機を利用するか、友人切符売り場、案内所、市中のコンビニエンスストア等で行える。基本的には、50ドル単位しかチャージできないが、学生オクトパスは10ドル単位で、チャージできる。 いずれかのカードも残高は最大1000ドル。増値期では現金のみ使用でき、額面が50本コンドルと100本コンドルの紙幣のみ投入可能となっている。かつて1997年の導入時から、キャッシュカード、香港のデビットカードのシステム、EPS でのチャージは利用されていたが、2007年にキャッシュカードでのチャージをめぐって様々な問題が次、同年12月21日をもって、 キャッシュカードでのチャージサービスは終了となった。また、香港発行のクレジットカードとのリンクを登録することにより自動でのチャージも可能で、オクトパスの残高がゼロもしくはマイナスになった状態で利用すると250本コンドルが自動的にチャージされる。一部のクレジット会社では500本コンドルも選択可能。ほとんどのクレジットカード会社では 自動チャージによるカード利用に対しても通常のショッピング時と同様にクレジットカードポイントの付与が行われている。なお、新鮮、マカオでは自動チャージは有効なものの現金でチャージできる場所はない。残高等の確認は入り出場時に改札機の残高表示欄を確認するか乗車券売り場に設置されている専用の残高確認機で行える。 残高確認機では、残高のほか、利用履歴等が表示される。利用履歴は、最新の10から15件程度で、機器により異なる。これらは英語、または中国語で表示されるが、その選択言語はカードに設定されており、それは一部の窓口で変更可能である。近年、スマートフォンにおいて、NFC に対応する機種が生産されていることに、 ともない、オクトパスリミテッドから、公式アプリ、オクトシェックが公開され、一部のスマートフォンからも残高、及び、直近履歴の照らしが可能になった、言語表示は、カード設定に依存する。オクトパスの用途は、交通機関以外にも存在する。オクトパスには、標準的なオンドオンオークトパスと、ソールドオクトパスがある。オンドオンオークトパスは所有者に、 対応されている形で、返却が可能である。ソールドオクトパスは返却できないタイプで、デポジット額がなく、また、初期チャージ額がない場合がある。2007年6月には、ソールドオクトパスとして、大きさが4.7センチメートル3センチメートルで、キーリングと携帯電話用ストラップが付属する、ミニオクトパス、大人、高齢者用68、68本コンドル。 およびリストバンド型、子供用、68本コンドルの発売が発表されている。これら2種には初期チャージ額がない。他の形式として、携帯電話のカバー型、腕時計型、キーチェーン付き時計型、人形型などのオクトパスが存在する。また、以前は、香港で多数流通していた、GSM 方式携帯電話に装着するためのカバー型クトパスとして、 ノキア社製携帯電話の型名三三千百十三千三百十五三千三百三十および七千二百十用のものが存在する。二千十三年には非接触 IC カードが国際規格の NFC として定義されたことに伴い、Octopass モバイルペイメントサービスとして SIM に Octopass 情報を書き込み、NFC 対応スマートフォンをそのまま、 オクトパスとして利用するスキームが登場した。デビュー当初は対応通信キャリアが PCCW、パシフィックセンチュリーのみ、また対応機種もソニー、エクスピリアの一部機種に限られる。現在のところ、香港のオクトパスは同じくファリサ企画を採用している各国の他のカードと相互利用することはできない。オクトパスと新鮮地下鉄の新鮮通りとは、 隣接する都市ということもあり、相互利用について、検討された結果、一枚のカード内に香港ドルと人民元の2口座を持つカードを新たに作ることで、対応している。ただし、オクトパスは、新鮮、マカオの一部商店ですでに、香港ドル建てで使用することができる。すでに JR 東日本は、香港とシンガポールの両都市において、ファリサ企画を採用した。 非接触型 IC、カードシステムのの利用の実験を行っている。なお、オクトパスは、スイカ、アイコカ、エディトを同様に、ファリサの技術を利用しているカードと共に同時に、センサーに読み取らせようとする場合は、エラーが発生する。オクトパスは、最後にチャージを行ってから1000日、以上経過したものについては、一時的に利用停止となる。利用再開したい場合は、 MTR 駅構内のカスタマーセンターで申告すれば直ちに利用再開処理が実施されて利用可能となる。また残額もそのまま引き継がれる。なお、セキュリティ技術が向上したオクトパスへの切り替えを図るため2003年以前に発行された第一世代のオクトパスカードに記載されている番号の末尾に カッコみの数字が含まれていないものについては2018年1月20日以降発行年度の古いものから次第に使用停止となり新しいオクトパスとの交換が必要となる2017年10月17日からは対象となるカードで利用した場合に読み取り音で交換対象であることを知らせている新カードへの交換は MTR 機構内や 急流バスのカスタマーセンターなどで無料交換手続きが可能で残額やデポジットは新カードに引き継がれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。